ジョグでダラッダラ一回拭いたけどまだ出てくる、うん、そうだよね。今日はね最高気温だっけ最近のなるらしいよ史上最強の日、はい、まだ7時でーす7時でーす皆さんおはようございます。目が眠そうなんですけれども、今日も朝からさやちゃんが 5000m20 分切りに向けて練習をしているということで、今日も追っかけていきたいと思います。今日ね 3000m、2000m、1000m ってね走るみたいなんですよね。来ました来ました。では追っかけてきます。さやちゃんはいつも走ってる子なんですけど、今日は自転車に登場したから、これから走るのかと思ったら、もう自転車練習で息ハーハーしてる。そしてこちらの平野さんは還暦にして、今日は 300m 何本でしたっけ。15本。はい、15本。もう最後オールアウトしてた。寝転んでるところちょうど見た。うん、4分の差 100m で1秒ぐらいしか違わないのよ、うん、その調整ってすごい難しくない。そうね、全然違うよね。疲労感も全然違うから ねペースを安定させるのが苦手な秒で走りに行くってすごいよね。大体行くが、今日も正直絶対もっと早いと思っちゃってるからこの天気はやばいです。お願いします。1本目 3000m 4分15から4分10ペースで行くと言っております。気温が高いのでちょっとやっぱり心拍がね上がりやすいね。ラスト100m 行ってみました。初めの1キロ何分だった。4分6だった。だよね。初めの上りで4分6って結構早いね。2分間を置いて、次のセットですね。水分補給もしっかりしていきます。今日はきついと思う。水分補給をしっかりして、全然整わない。整いません。2分じゃ整いません。はい、2本目ですね。今回は2度ミキちゃん、ちょっと変な人、ちょっと変な人すぎたわ、ちょっとありがとうございます。ハイバイトです。ちょっとでも笑ったところで気持ちは楽になってなさそうですけども、2本目4分10から4分5秒ペース、頑張っております。めちゃくちゃ息が上がってます。2本目 2000m のラスト 150m。 ペースは3本目残すところ 1000m を広々4分から4分5秒のペースで走っていきます。200m、お疲れ様。いいとこに水道があるね。はい、クールダウンタイム。いろんなの持ってきました。北海道マラソン
スリちゃんの先週の勉強して冷やします。あ、気持ちいい。持ってきてますよ、いっぱい。めちゃめちゃ気持ちいい。疲れるほどあるんです。本当全然違うよね。違う、本当違う、ね。ほら、せたよ。あー、何それ、美味しそう。メロリメロ、これ美味しいから。美味しそう。ありがとう。美味しいよ。逆に夕方メロンです。大先生からなって。石原先生、今日さやちゃんは3000m を4分15から、あ、4分15から4分10で、 2000m を4分10から4分5で、 1000m を4分から4分5秒でやってるんですけど、はい、このペースはどうですかね。そうですね、厚さがあると大体 5000m でプラス1分ぐらいかかる感じのイメージなんですよ。あ、はいはい、って考えると、その3000、2000生の感じでいうと20分切りには結構近づくような、まあ、ステップなとしてはいいんじゃないですかね。すごい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よく頑張りました。来てもんて。今日のご褒美はスイカです。これはめっちゃ嬉しい。どうぞ。ありがとうございます。いただきます。え、めっちゃ嬉しい。ちょっと待って ね、うん、もうスイ、もう三ツ矢サイダーとせ夏やな。夏やで。うわ、おいしい。しみるよね。しみる。しみる。スイカは、スイカの効能はこちらです。こちらです。絶対夏はでもスイカほんといいよ、こうやってそうなんだよね、ほてった体をさ、クールダウンしてくれる。そうそう、おいしい。いや、今日もお疲れ様でした。みんながさえちゃん応援してるよ。あ